漫画でわかる、心療内科は、原作、結城、優作画、層による日本の漫画。ウェブコミックとしては、結城優自身が代表を務める、心療内科、有面メンタルクリニックのサイトにて2008年から、不定期連載が行われており、雑誌連載作品としては、ヤングキングにて2010年、第2号より連載中である。また、本編と並行して、漫画でわかる、 診療内科番外編、アンガーマネジメントが月刊、ヤングキングアワーズ GH にて2021年7月号から連載中である。単行本は少年画報社から A5 班で刊行されている。アニメでわかる診療内科のタイトルでアニメ化され2015年2月よりウェブアニメとして配信されている。診療内科にて扱ううつ病、認知症。 適応障害などの症例について、登場人物のやり取りを通して解説を行うギャグ漫画である。作品特性上、回ごとの物語としてのつながりは薄く、ほぼ毎回一話完結にて描かれるのが当初の形式であったが、説明量が大きくなった場合、前後編など複数回にまたがるケースもあった。アドラー心理学編以降、 単行本一冊分に及ぶ連続形式もたびたび取られている。作品はほぼ毎回、登場人物の簡単な自己紹介に始まり、導入のやりとりを通して、テーマについて言及した後、解説を行う。登場人物は、安心した表情で解説に納得するものの、直後に発生する身も蓋もない発言やトラブルで、台無しになり、虚しく、遠くを見つめるようなカットとともに、 大な方はメンタルへというコメントで締められるという流れである。テーマによっては冒頭の自己紹介は行われないこともあるが、締めのカットについてはほぼ前回で共通しており、一種のお約束となっている。ギャグ漫画形式でわかりやすく、勝つ方の力を抜いた形で紹介することを前提にするため、症例の解説については、 作中では若干説明を省略する場合があり、解説文にて、症例についての補足が行われるケースも多い。ウェブコミック版と雑誌連載版で同じテーマを扱っている回もあるが、この場合は、掲載媒体に応じて内容の修正が行われているものもある。症例紹介用のモブキャラクターも多数登場するが、本校では複数回登場したキャラクターを紹介する。 基本的に年齢は全員不詳である。なお、担当声優は単行本7巻の初回特典であるドラマ CD 版、ウェブアニメ版のもの。2015年2月から6月にかけてアニメでわかる心療内科のタイトルで全20話が配信された。1話約6分の短編アニメである。アニメでわかる心療内科に関するカテゴリー。ありがとうございます。